はい、今日は文献紹介です。今日は Attractive Test Summarization Using 727 RNN and Beyond の文献紹介します。このペーパーは2016年から公開しました。NLP の中で、summarization の雑誌はこの問題は、古いのアーキテクトを使って、問題がいっぱいあるので、だからあの新しいアーキテクトを紹介します。テストサマライゼーションとは、文章の文章からヘッドライトとか、ショックスマリーを止めるのことです。サマライゼーションとマシンチェンスライの問題はちょっと同じ。インプットはセンテンシーとかワードとかアウトは他のセンテンシーと、だからマシンチェンスライとサマライゼーションのタスクは同じの問題です。マシンチェンスライの中のにおけてディープラーニングベースモデルは成功いっぱいあるので、例えばマシンチェンスレーションとかスピークレコナイゼーションとビデオキャプションリングとか、成功が結構ありますので、シミュレーションのタスクはディープラーニングベースモデルを使いたいと思います。ディープラーニングベースモデルの中で有名なモデルは、Attention Recurrent Neural Network Encoder Decoder モデルです。だからこのペーパー、このモデルを使ってと、このモデルから、改善します。最初は Encoder Decoder RNN with Attention 紹介します。このモデルは部分が、3つあります。まずエンコーダーとディコーダー、最後はアテンションです。エンコーダーの中で、RNN バイディレクションの RNN をによって作ります。ディコーダーはユニダイレクションRNN 使います。アテンションとはヒッデンレイヤー、このアテンションの中で、エンコーダーの情報とかは集まって、はい、アテンションの中で、含みます。次はラークボケバリティック、このメソッド、この方法はNLP は結構使いました。この動画はボケベラル、言葉が頻度が高い言葉から上から選んで、サイズ、ボケベラルのサイズは数になっていると、はい、たまのワードがアンカナウトカになってみました。はい、エンコーダーディコーダー RNN with intention はこのフィクションを、表示します。最初はエンコーダーの中で、文は貼って、次は
バイデルその姉の辻します。辻で、最後の情報を集まって、アテンさんは保存しました。次は、ここでターゲット、トレーニングのするとき、ターゲットはやっている。ここ、ターゲットと、モデルは比べて、ここからトレーニングして、はい。トレーニングして、はい、リコーダーします。次は、capturing keyword using feature encoder。summarization のタスクの中で、一番の問題、大切な問題は、キーワードとか、キーコンセプトとか、キーセンテンシーとかは探して見つけるです。だから、そのため、ワードじゃなくて、いろいろな情報も入りました。例えば、ボスタグとネームエンティティと TF、TF、IDF も情報をつけました。次は、さっきのモデルから改善します。これのモデル方法は、モデリング、レアンシンウォー、ユーシンスウィッチングネレーター、ボイター。時々、インサムライゼーションの問題で、ネミディとか、そのは、キーワードです。けどは時々はアンカナウトとかでもキーワードです。けどはエンコーダーするとき、たまの言葉をかたまのワードはアンカナウトとかにリプライしましたから、はい、この問題はサマライゼーションはできません。なのであの方法あげました。この方法はスイッチはつけました。スイッチの状態は G と P 2つがあります。もしスイッチが G なら、ディコーダーはエンコーダーの情報とアテンションの情報から、はい、言葉は、ボカブラリーのサイズの中で言葉がありますけどは、アンカナウトークンの場合はその時はスイッチは P の価値がもらえます。その時は、エンコードの言葉で選んで、はい、その場合はアンナウトカンとかは、逃げると思います。これは、スウィックの、ファンさんは、はい、トレーニングします。この式は、どんな時 P か G かもらえるの式です。けどは、P スイッチが P の P で、はい、エンコーダーの素数からどんな言葉は選んで、この形式は決めました。はい、これはエンコードの言葉1から D まで、この中で、はい、一つ選びます。トレーニングするときは、ロスファンさんはここです。スイッチのモデルは、
終わったら、summary の summarization の問題の中で、時々、文章とかが長いと、キーワードじゃなくて、キーワードだけではなくて、キーセンテンスも探さないといけない。だから、hierarchical document、attention も、の方法を挙げます。この中で、word level じゃなくて、sentence の level も、バイデレクションの概念もつけました。上のモデルは、バイデレクションの概念は一つ使っていましたけど、このモデルは二つ使いました。それは、sentence level のと、word level です。word の level と sentence の level、どうかな、の、モデルは関係があるので、関係の式はここ、決まっていました。これ表示します。最初からエンコーダーはインプットセテンシーはセテンシーやって、次はワードレベルを、エンコーダーします。次はセテンシーセテンシーのレベルはエンコーダーするけど、はセテンシーの情報でここの分から、もう一回、ワードのレベルはやって、word のレベルは、もう一回計算する。それは、リスケールということです。はい。実験は、コーパス4つ使いました。非有価の方法は、フォンスレン F1 スコア、これは F1 スコアではなくて、この比喩化の方法はこのペーパーで、はい、発表しました。モデルテストは、5つは分けていました。はい、結果はここの通りです。結果のアナライシス、要因の結果は、右の方、悪いの結果は左の方です。これは見ると結構、サマリゼーションは結構同じと思いますけど、はこの結果、良い結果は、結構、多いだから、だから、この方法は、いいと思います。はい、将来で、どうやって効果精度とか上げるかどうかは、モデルは改善すると思います。はい、以上です。